で一緒に考えたりしながらお勉強を私も新人ですのでしていければなと思っています。それでは早速時間も限られていますので始めていこうと思います。私の資料体験を振り返ってということでこちらご用意させていただきました。今日ですね、狩猟を始めたいのにわからない人や鳥獣対策に力を入れたい人、興味がある人、横のつながりが欲しい人に、獣道がこういうのある始末ね。あの木に縛るようなことになるのかな。だからこっちからこっちからね入ってって踏まないここ状態ね、はい。獣道に対してわしから入ってって、でこういう道具を多分持ち歩くんでしょうけど、道具を獣道へ出すダメです。置かないです。これでもね、道具を置いた匂い拾います。とりあえずここらにかけてみようか。うん、そこでいいんじゃない。ね。取りやすいとこがいいわね。柔らかいとこ。柔らかいとこ。私はこういうふうに直接触れないように足つけるように置きます。掘るべき位置を足があればね、足に合わせて掘るべき位置に印をつけます。追われてないでね、追われてないでいつも通ってる突破道は足つくと決まってますから、必ずもう安心して通ってる時には歩数決まってるから、ね、でそこの何回もこう足がついてるようなところに引かれる。だからここにあるとしましょう、はい。で細かい根っこを切るのにノコギリ入れます。なるべく周りの土は動かさない、掘るとこだけ。でここの上の方の土だけ、これ上にまたかぶせるんで、この上の方の土だけ取っといてください。これがポイントだからね、下の土の匂いと上の土の匂いは匂いが違うから。でこれを掘ります。この掘った土袋に入れないで、その脇なんかこうやってね、絶対ダメ。絶対ダメ。でここに入れてこの木に縛ることを想定してるんで、バネの方向をこっちに最初からセットします。本当はあと10ミリぐらい掘るんだけど、今日はこれで見えるようにやります。ほんで中にこれペロッと根っこが出てますね。切らないでください。切ると匂いが出ます。だからこのカップの動きに邪魔にならないんだったら、出っ張ってて落ちないというのは話にならないですよ。だけどなるべく余計なところは触らない。切った匂いがしますから、人間だって草の根っこ切ったら分かるでしょ。動物はもっと敏感ですから、だから慎重に、とにかく人間の匂いを残さない。横引きをこうやってセットする場合にこのパイプを埋めなきゃならないわけですよ。で、これはね、大きいスコップ使ってもらっていいです。なるべく大きいスコップで、これは小さいスコップ、これしかないんで、今ねがっつり掘って土どかしちゃダメです。
そうです。だから大きなスコップだとザクッとやって上げたところに入れちゃうね。そうすると土を動かさないで済む。でちょっと半端だけどスコップで上げといたやつを戻すっつ、そういうふうに捉えてください。そうすると表面には触らないでセットできます。これが横引き。横引きね。じゃあ今度は縦引き。いいですかこれ。うん、いいです。縦引き、はい、今度は縦引き。で縦にするときにはこういうボキレでも何でもいいんです。これがスポンと入るだけの穴を開けてください。袋に入れて全部持ってきて座っちゃってそこから動いてないでしょ、うんね、これもポイント、うんうん、あっち行ったりこっち行ったりこうやって動かしてもここが取れてるでしょ、うん、そうです。これが縦引きの ね、はい、ちょっとね。でここから今度上を今度隠すんだけどもその隠し方がポイントがこれも見てるよ。なかなか教えてもらえねえかね、ここは。これはこのままあるとしましょう。で、こういうドライバーを使ってですね、こうやって埋めていってください。こんな感じですかね。で、この土のかけ方ね、見てて。で、こういう道具は、一回使ったものは、みんな、中入れておかないと。忘れて置いてきますそう、うん、これは最悪ですから。であとはこういう木の棒、これは準備しておきます。枯れたやつな、うん、これポキッと折れるやつ、うん、枯れてねえと挟まっちゃう。これをあらかじめ毛がいておいたところにこうやって置いてきます。まあ面倒くさいからやんないけど、こうやってこれちょっと長いやつは調整してください。でこの上に葉っぱを置きます。で葉っぱの場合もあるし、こういうクリアファイル、これも切ったばかりじゃダメですよ。新品はダメです。こうやって置く、あるいは私はだいたいこういう頬の葉っぱ、これ作っておきます、平らに。まあどっちでもいいんですけどね。でこの上に土をかけて、一番上になってたってね、うんうん。でまあこれを周りと同じようにしてやって、でこういうふうに葉っぱの多いところは土は本当に薄くて、あとはこの葉っぱで大丈夫です。葉っぱこうやって置いてもらって、これでカモフラージュは OK です。あんまりでかすぎると巻き込んでワイヤーと一緒に巻き込むとすっぽ抜けちゃうんです。なるほど、うん、だからちょっと古くなって組んだらバリバリに割れるぐらいのやつだら最高だよね。なるほど。イノシシが好む匂いとか逆に嫌う匂いってあるんですか？好む匂いはね、コールタールとか油、うん、んでそれをあれにハケで塗んの、うん、油とかコールタールっていうのは好むね。だからってここにかけたからってここさ油を置いたらダメだぜ油もあげば組んだべ。とにかく通り道にかけるのがこのくくり罠だ。箱罠は餌で呼びつけるわけだ。どの辺にかかるか見ててね、まあ、全部踏み込んだって感じだよ。ほら、thank you.
かった時にはよく見て後ろか前かを確認してから近寄った方がいいよね、うん、この間やっぱムカッとしたってのは俺にムカッとしたってのはやっぱり後ろ足だったからね。なんか去年は本当に初めてですって人多かったけど、今年は2年目です、3年目ですみたいな人がちょっと多いですね。もうすでに自分で捕獲経験がある人が多いね。去年は一頭も取ってないんですって人結構多かったけど、冬は今度電子レンジを積んだらっておにぎりチン贅沢贅沢なおにぎり、温かいものを食べられる。いやだから軽トラだと動けないですね。あの犬も積んであげなくちゃいけないし、人も乗せなくちゃいけないということでやっぱりこのパターンになってる。素晴らしい機動力ですね、これ。お疲れさんでした。